なぜこんなにも美しいんだろう。何千年も何万年も変わらない時が静止したこの場所で、あんなにも暖かく優しく僕らを待っていてくれている。僕らが全てを終わらせ未来を作って帰ってくるのを待っていてくれている。なのに僕はまだ、テイヤ、いつまでこんなことを繰り返せばいいのかな。アユタ、ごめん。そうだよね。僕らは全てが終わるまでもう振り返ることも立ち止まることも許されない。100人の子供たちが死に絶えるのなら、99人の子供たちを見殺しにしてでも1人を未来につなげる。私たちはそういう道を選んだのだから。ああ、分かってる。でもね、アユタ、終わりの時はすぐそこまで来ているのかもしれない。何か変化があったのか。いいえ、女の勘よ。勘かよ。何よ、何か文句ある？でもテイヤの勘はよく当たるからな。もし本当にそうだとしたら、いよいよだな。そろそろ行こう。みんなが待ってる宴の始まりだ。アユタ。ん？私たちがこうして話をできるのは1万年に1回この瞬間だけだけど、私にとってはこの瞬間が何よりも嬉しい。てや、僕もだよ。こうやってお話しするのは何万年ぶりかしら、テイヤ。なんとか潜入には成功したな。
破壊対象の砲塔はもう少し上の方か。奴らいつの間にこんな巨大なものを。確かにこれじゃあ老議会の連中が騒ぎ出す。こいつが破壊対象の封筒か。画体は悪くねえが、見かけ倒しだな。速攻で片付ける。言っとくが手加減なんかできねえからな。入った！まだだ。叩き潰す！でゃあ！食らうかよ。立ちふさがるので。はっ！そんな攻撃、言っとくが手加減邪魔なんだよ。面白くねえな。最近はどこも飛び道具に頼りやがって。さてと、辺りが騒がしくなる前にとっとと帰らせてもらおうか。
ビーグ、逃げてても拉致が開かねえ。始末した方が早そうだ。だな。こいつをバティたちのところに連れ帰るわけにもいかないしな。久々に一緒にやるか。当然だ。行くぞ。タイミングは分かった。ユキトラ、おっと、準備はいいか。行くぜ。おらよ。やるじゃねえか。準備はいいか。ラスト。一杯やりてえな。ふう、寝起きにはちょうどいい運動だったぜ。こいつらは一体何なんだ。こんな獣、噂に聞いたこともない。ま、外の状況も大体つかめたことだし、一旦戻ろうや。ああ、バティたちも心配だ。よかった、無事で。おいおい、愛するお父様への心配はなしかよ。お父さんが無事じゃない姿なんて想像できないわ。で、外の様子はどうだったの？一面白銀の場所に出た。俺たちの国じゃないことは確かだ。確か北の方にはそういった地域もあるって聞いたことがあるけど、ここはどこなのかしら。気をつけておかなきゃいけないのは、奇妙な獣がうようよしていたことだ。結構凶暴な奴らだったぜ。腹が減ってるとか関係なしに襲ってくる感じだった。脱出にはそいつらの中をかいくぐる必要があるかもしれない。バディ、お腹の子は大丈夫か？ええ、今のところ大丈夫そう。いずれにしても気をつけろ。何かあってからでは遅い。お腹の子のためにも、こんなところ早く出なくちゃ。いつ生まれてもおかしくない時期なんだから、ここで産気づいたら大変よ。ええ、それだけは避けたいけれど。とても嫌な予感がするの。
一回状況を整理してみましょう。私たちはいつの間にか意識を失っていた。そして気がついたらこの場所にいた。誰かに連れ込まれたと考えるのが妥当だな。俺やオーガの意識を奪えるほどの連中か。そいつらがその気になりゃ命もなかったかもな。ビーグ、気づいてるか？ああ、気づいてる。これはさっきだ。間違いなくここの主だな。こんなベトベトした殺気に当てられたの何年ぶりかね。汗っかきの肝親父に肌をすり寄せられてる気分だぜ。何言ってるの？あなただってもう十分親父でしょ。え？俺はまだ41だ。しか真っ盛りのビンビンよ。人撫ですりゃ天まで登る自信があるぜ。あなた43よ。いい加減自分の年齢くらい覚えなさいよ。それに親父どころかもう少しでおじいちゃんになるのよ。おい、いい加減にしろ。今俺たちが置かれてる状況が分かってんのか？お前には今の状況分かるのか？いや、だからこそ憶測で判断するより確実な情報で動こうぜ。殺気が強まってきている。慌てなくても向こうから出向いてくれそうだ。そいつの説明を聞いてから考えようや。あまりこの能天気の言うことは真に受けちゃダメよ。気を配るのに過ぎるってことはないんだから。あなたのそういうところを買って娘を譲ったんだしね。ああ、こいつの真似なんてできるか。ともかく今バティは動くことすらままならない。ちょっとした衝撃さえお腹の子には致命傷になるでしょう。私たち三人がしっかり守ってあげないとね。大丈夫かバティ？少し体が重いけどこれくらいならまだ動ける。それよりも私だけならともかく、あなたやお父さんまで王の牙であるあなたたちを拉致できる人物なんて少なくとも我が国にはいないわ。俺や王がだけじゃない。見知らん顔の中にも相当な猛者が混じっている。そうそうお目にかかれるレベルじゃない奴らだ。それじゃあその人たちが私たちを？いや、そういうわけでもなさそうだ。むしろ誰かがそういう奴らを一堂に集めたということだろう。ビーグ、私怖い。ものすごく嫌な予感がするの。見てはいけない悪夢を見始めてしまったような。この悪夢に一度目をつけられたらもう二度と目覚めることはできないような。大丈夫だ。何があろうとお前もお腹の子も俺が守る。幸いオーガもいる。あいつの化け物じみた強さは娘であるお前が一番よく知ってるだろう。レイチェルだっているんだ。心配することはない。お父さん、お母さん、誰であろうが俺たちの一族にちょっかい出したことを後悔させてやるさ。あなたは私たちの国の人間ではありませんよね。人に質問したいならまず自分の素性を言え。それは失礼しました。私たちはメリア連合王国のものです。それ以上は今は控えさせてください。メリア？聞いたことないな。俺は海洋国家ダジルだ。ダジル？ごめんなさい、私もその国を存じ上げません。お互い聞いたこともない国の者同士が今こうして会している。シーリア、あまり
この者たちに近づきすぎない方がいい。あら、どうして？今は状況を把握するのが第一ですよ。この者たちが敵でないという保証はどこにもない。しかも強い。ユタ、失礼でしょ。ごめんなさいね。この子も私を思えばこその発言なの。またお話ししましょうね。おい、あんたらも気がついたらここにいたのか。気安く話しかけるな。なんだと？見たところお前らは4人でつるんでる。それだけで警戒するには十分だ。確かにな、妥当な判断だ。だがあまり人を怒らせるような発言は控えた方がいい。俺がいかに温厚な人物でも気が迷うってこともあり得る。だったらそれでもいいさ。不安要素は少しずつ片付けていった方がいい。面白え。てめえにやれるのかよ。お前よりは僕の方が若干上だ。やめて、アユタ。いざことに及んだら私たちが圧倒的に不利よ。ふざけるな。もう止まれるかよ。短気なやつだな。沈まれ。各大陸から救護されし最強の戦士たちよ。真の戦士を決する闘技場、アルカ・アレーナにようこそ。これより貴様らには命を賭して戦い合ってもらう。命をかけて戦い合う？ちょっと待って、それじゃあ。無論ただで戦えとは言わない。最後まで生き残ったついには不老不死の肉体を与えることを約束する。不老不死？貴様らは二人で一匹の羊、隣の者はその道を共にするパートナー。ここで進む先は絶望のみ。その胸を夢夢忘れるな。私とビーグがパートナーってこと？そしてオーガとレイチェルか。アルカ・アレーナへの参加を拒否することはできない。また我が戦いを告げるとき以外での争いも禁止だ。いずれも破ることがあれば死をもって償ってもらう。ふざけないで！なぜ戦わなければならないの？そんなことできるわけないじゃない！質問に答える必要はない。貴様らはただ律に従えばいい。ふん、笑える顔をしている割にはよく喋る野郎だ。お前がここの主か？我は主の御言葉を代弁する者。
まあどっちでもいいか。要はお前を締め上げりゃいいわけだろ。やめとけビーグ。質問の意図が下せぬ。戦いに参加する意思なしと理解すればいいか。見た目通りの鳥頭だぜ。少しは自分で考えろ。抑えろビーグ。今はまだ奴に手を出すな。お前の手に負える相手じゃねえ。抑えてろ。チッバカ。しゃあねえな。オーガ、まだお前を死なせるわけにはいかないんでな。チッ、愚かな。俺たちなら、き、こんなものか。回復を頼んだ。参ったな。やべえ。なんだこの力。ありえない。律を乱す者には死を。こいつはもう一匹出やがった。オーガ、立てビーグ。てめえの撒いた種だ。最後までやるぞ。覚悟を決めろ。ビーグ、お父さん。微力ながら私たちも死力続く限りお供します。ふざけんな。お前らは早く逃げろ。私たちの命運は一族の長と共にあります。お腹の子はどうする。それがこの子の天寿だということ。まったく、さすがは俺の嫁と娘だね。しゃあねえ、しゃあねえな。一丁総力戦と行くか。くそ。余興は終わりだ。これだけの数を一度に失うわけにはいかない。今回だけは特例とする。だが武功を許容するのもこれが最後。次はない。それじゃあ貴様たちはえり抜かれた戦士ではあるが、アルカ・アレーナを戦う資格はまだ得ていない。アルカ・アレーナに参加するためには、あの扉の外から二つの指輪を持ち帰る。それが印となる。指輪？なぜそんなものを。生の資格を得る者は一つ、死の義務を課せられる者は三つ。互いに殺し合え。最後の一対まで。主の恩恵を得られるのは勝利者のみ。行きたくは進め。血塗られた螺旋の道を二つの命で。
紡いだ果てに、あるいは消えた。ビーグ、大丈夫？クソ、クソ、クソ。お前の浅はかな行動でバティまでやられるところだったぞ。相手の力量を測り間違うとはお前らしくもね。ここの陰気な雰囲気に飲まれたのか。頭を冷やせ、アホ。でもよかった、本当に。よかった。バティ大丈夫よ、ちょっと疲れただけ。